します。主な戦績っていうのはどんな感じなんですか？はい、戦績が今のところ57回優勝してまして、はぁ、57回、300回準優勝ですね。でそれがもう充実以外の、はい、アマチュアの総合格闘技ですとか、はい、あとはグラップリングという闘技を嫌いな技ですね。で、人が空手ですとか、いろんな競技を全部含めて試合をしてますね。あなるほど、すごいっすね。結構じゃあ柔術以外の大会だとか、はい、ね、ここ数年は柔術の大会のみなんですが、はい、若い時、十何年前ですね、はい、はもうアマチュアの総合格闘技ですとか、はい、あのグラップリングですとか、はい、空手とかいろいろ出てました。へぇ、はい、だんだんちょっと年取ってきて、はい、打撃の練習が厳しくなってきまして、はい、ちょっと打撃の方は休んでるんですけど、おぉ、なるほどなるほど。はい、目標がですね、今、寝技ワールド品川というのを、はい、ちょうど2011年に始めまして、もうすぐ8月で丸8年になりますので、さらに会員さんを増やして、大きくしたいと思っております、ね。なるほど、はい、まあ、あともう一つが、あと私がここ数年、広告を兼ねて、はい、あのメディアに出ることに力を入れてきたんですけど、あの地上波に出たいと思います。なんか、こっちが大変あるんですか？それはまた別なのですが、はい、ちょっと取材という形で地上波に出たいと思います。あー、なるほど。昨年一度、はい、地上波の方から取材の話があったんですけど、はいはいはい、ちょっと収録の途中でアクシデントがあって終わってしまったんですそれでよくありますね。よくテレビありますよね。それでちょっと結局もう1秒も流れなかったので、はい、それ以来どうしても地上波に出たくなりました。なるほど。でここ1年いろいろ頑張ってきて骨を探したり、はい、つてを探して、ちょっとかなり手応えはつかんだので、うまくいけばそろそろ実現できます。あー、なるほど。どのぐらい、ここがもう主にメインですか？はい、こちらが週3回ですね。週3回、はい、火曜日、水曜日、金曜日で、時間もバラバラの時間は8時、10時で固定して、はいはいはい、土曜日、日曜日が体育館を使ってまして、体育館、はい、品川区の体育館なんですが、そちらがちょっとあの抽選で場所を取るので、あ、朝だったり夜だったり昼だったりとバラバラですね。はい、まあ、まあ、日曜ですか？はい。出られる、はい、最近はもう1年3、4回なんですが、若い時は年10回とか、10回ね、それぐらいのペースで出てましたね。まず言ったらコンディションを作るだけでも結構、はい、でその頃はもう毎月試合してましたので、ほぼ1年中食事を制限してゲームしてました。もう常に節制してました。常に、あ、じゃあもう1回もう落としちゃっても常にそれを維持するので、はい、格闘の鏡ですね。いやいや、まあ、アマチュアで趣味で楽しくやってました。それほどストイックに運動はしてなかったですけど、少し食事を制限したり、はい、あの走る量を増やしたりとか、まあ、それぐらいですね。なるほど。はい、3年前に日本に入ってきまして、
その時からずっとサポートを受けて、もうすごいですね。もっと第一人者だからこそ、もうスポンサーになってくれる光栄ですね。こブラジリアン柔術なのにアメリカの会社なんですか？そこ今アメリカで柔術が流行ってまして、ジムもたくさんあるんですけど、そういう同期のメーカーアメリカにたくさんありますね。結構いいですね。わざわざ品川さん、いつもやっぱ会話募集中、はい、いつでも見学と体験にも関係してありまして、はい、いつでも大丈夫です、はい、こちらの方もリンクを貼っておきます。使わないで会費が3200円で安いです。安めですもん。ぜひ気軽に。これからだってもう流行るスポーツナンバーワンって言ってもこいつらはそれで大体ですよね。大体アメリカで流行ってるものは大体日本で流行ってる。数年後に入ります。数年後必ず流行りますもんね。パス、アメリカの後を追ってるんで、レミフォームはね。